2番の問題に移ってみましょう。2番は486に2桁の自然数 n をかけたら、積は自然数の平方になった。このような n のうち最大のものを求めなさい。この問題もやはり486を素因数分解して考えます。486は 2×3 の5乗です。この数字を見ただけではどうしたらいいかわからないので、文章中のヒントから、ここですね、積は自然数の平方、つまり2乗になっているというヒントから、3の5乗をちょっとこんなふうに考えてみましょう。この部分をですね、 3×3 の2乗 ×3 の2乗って考えます。そうすると486は 2×3×3 の2乗 ×3 の2乗、こんなふうに表せます。ここで2乗になっていない部分、ここの最初の2と3ですが、これと同じ数をかけてあげれば、つまりこれにかける2かける3、こんなふうにしてあげれば、全体として2の2乗かける3の2乗かける3の2乗かける3の2乗、こういう形になって54の2乗になるんですけれど、ただ 2×3、6ですから2桁の自然数ではありません。ですから6とあと何をかけたらいいかというふうに考えてみましょう。6と2の2乗、必ず6はかけなくてはいけませんよね。つまり24をかけてあげる。6と3の2乗、54をかけてあげる。6と4の2乗、96をかけてあげる。ちょっとあと6と5の2乗、これだと150をかけてあげる。こんな数が考えられますが、2桁の自然数のというこの部分、2桁の自然数 n という部分から最大のものを選びます。そうすると 6×4 の2乗96が最大だということが分かりますので、答えは96ということです。この486に96をかけると216の2乗になります。